パーゴルフ連載中のギアダーウィン研究所、今回は特別編、はい、シャフトでございます、はい、今回もよろしくお願いします。所長の峰でございます、はい、所長を務めますライターの鶴原です。よろしくお願いします。お願いします、はい、今回は、三菱ケミカル、うん、ディアマナの ZF のシリーズですね、はい、お新しい、はいはい、コスメがちょっとかっこいいですけど、そうですね、はい、シルバーで、はい、これどんな性能のシャフトなんですかね。そうですね、はい、せっかくなんで実際、はい、打って、はい、試していきたいなと思いますので、はい、今回もよろしくお願いします、はい、お願いします。じゃあ早速、はい、ディアマナ ZF、はいはい、私は 40g 台の S シャフト、実はディアマナ初の 40g 台、ちょっと試してみたいと思います、はい、じゃあ実際 40g 台やっぱ持った感じ、はい、軽いなって感じありますか。はい、やっぱり少しふわっとしてるというかちょっと軽い感じはしますけど、はい、でも結構最近軽めの固めも結構流行りだったりはするん で、うん、そうですよね、ちょっと打ってみたいと思います、はい。あ、いい球だ。いやありなんじゃないですか。軽いんですけど、はい、意外と球はバレないですその辺はさすがディアマナなのかなっていう。やっぱり三菱ケミカルの素材の良さと設計のうまさがあるのかもしれないですね。そうですね、うん、楽です。はやっぱりやっぱり楽、すごい楽ですね。こういう選び方もありなのかなっていう気はちょっとしました。あ、そうですね、はい、じゃあ峰さん、僕は、はい、ディアマナ GF の 50g 台の X で打ってみます、はい、また面白いところで軽型で、はいはい、おこれはすごいシャキッとしてますね。あ、シャキッと感が半端ないです。X だからではなくですか。なんかね、硬いだけではなくて、はい、こう鋭い感じが出てますね。早いイメージですかね、はいはい、なんだろう、軽快な感じです。やっぱりちょっともう一球打ってみます。はい、お願いします。うん、あ、どうでしょう。これはかなりヘッドスピード速い人でも、はい、ピュンピュン振っても応えてくれるシャフトだと思います、うん、これは面白いですね。なるほど、はい、はい、じゃあ今回は、はい、ディアマナ ZF シリーズちょっと試させていただきましたけれども、はい、実際いかがでした。で、振ってみると、僕はあの 50g 台の X だったんですけど、はい、すごいこうシャキッとしてるというか、うん、はい、全くこうよれない、はい、けれど軽いんで早く振れて、うん、はい、自分の思い通りにこうヘッドが戻せるっていうイメージのシャフトでした、ね、うん、はい、そうですね、はい、ちょっと操作性は最近のシャフトにしては非常によく感じたなっていう印象で、うん、私は実は 40g 台打たせていただいたんですけど、はい、確かに持った感じも振り感もすごい軽いんですけど、うん、はい、実際こう振った感じじゃあ頼りないのかって言ったら全然そんなことはなくて、うん、ディアマナらしくてしっかりもしてるし、はい、ZF 特有だとは思いますけど、ちょっとこう張りのある感じもちゃんと感じられて、ね、はい、非常に操作性が高いシャフトだなっていう印象でしたね、はい、なんかこれだけ軽量の 40g とか 50g でも、はい、この張り感を出せるっていうのは、そうですね、やっぱね、三菱ケミカルの素材の良さなんだろうなというふうには、はい、感じましたね。さすがだなっていう感じですよね、はい。この前に出たはい、DF は結構しっかり叩いても左に来ないようなシャフトだったんですけど、はい、それに比べると、はい、ニュートラルというか、はい、どっちかというとこうまっすぐか、もしくはちょっと捕まる雰囲気もありますよ ね、はい、うん、割とこう先が最後ポンと戻ってきてくれる感じもありますよね、はいはい、頑張る感じはしますね、はいはい。じゃあ峰さん、合うヘッドで考えられるのってどの辺ですか、ね、そうですね、はい、やっぱり完成モーメント高いヘッドで、ちょっとすっぽ抜かしてしまう方が、はい、シャフトが助けてくれてちょっと捕まってくれるとか、うん、はい、っていうところがちょっと考えられるシャフトかなと思うんで、うん、ピンのシリーズですとか、うん、あとは例えばタイトリストだったら、完成モーメントちょっと高い TS1 とか持ってきてあげると面白いのかななんていう気は、はい、TS1 なんか持ってくるとちょっとこう捕まり系のドローが打ちやすいドライバーが出来上がりそうな印象ですけどね、はい、
今回のギアダービン研究所いかがだったでしょうか、皆様のシャフト選びの参考にしていただければと思います。ギアダービン研究所いかがだったでしょうか。それではまた次回まで。